レイジーデイ。さあ旅に行こうでしょ。やってるぜ。もうなんかリモコンの数、これがアメリカ。広いよ。コンパニオン呼んで飲み会できるよね。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日も安心安全に飲んでいきたいなめかじチャンネルです。見てこれ、天気。あ、富士山消えました。前山来て富士山消えました。朝何もなかったからね、雲ね。来る途中は大丈夫でしたよ。大丈夫でした。で、今日はね、車両紹介していきたいと思います。最近ね、納車されたばっかりのアメリカンのキャンピングカーをね、徹底的に見ていきたいなということで、こちらの方がオーナーですね、前さんです。よろしくお願いします。はい、この間と違う感じですよね。この間はそうですね、もっと小さかった。これが納車ホヤホヤですよね。そうですね。これはボナンザっていう車両。それは日本名ですね。はい、アメリカ名はレイジーデイズ。レイジーデイズ、聞いたことあります。あ、今日カメラマン、りょうちゃん。安心安全のりょうちゃん。あ、マイク安心安全のりょうちゃんです。よろしくお願いします。これ納車どんくらい経ちましたか？1週間ぐらいですか。あ、もうほやほやです。で、これ返答車がフォードの 4.5、うん、400、いいエコのラインのでかいやつ。いい450。これ僕カナダで乗ってたやつと多分同じ。アメリカのキャンピングカーってみんなフォード。そうですね、エコのラインがベースですね。はいはい、すごいよね。V10 6.8 です。これ開いたりするんですか？多分開くと思う。でも見えないっすよ。でももう汚染なんて関係ねえよっていうやつ。汚染じゃないよ。もう見えないっすよね、奥でエンジンが。ぎっしりだね。全然見えないけど綺麗ですね。走ってないですよね。これ何年車ですか？これでも2000年なんですよ。でも23年落ちで、23年落ちで、でも3万キロまだ走ってないんで。すごい綺麗。いいよね、重厚感が。もう全然違うでしょ、こう開いた感じも。なんかさあ旅に行こうでしょ。国産のキャブコンなんてさあ仕事行こうだから、もうトラックだから。で、ここが LP ガス。これすんごいの、すんごいの積んでんの。変わったやつ。そう、何キロか分かんないですけどね。タクシーが走っちゃうやつね。そういうやつ、やっぱり、うん、でかい。でもガスったらこれ FF と冷蔵庫だけですね。じゃあもう結構持ちますね。あとガスコンロか。だから FF は結構食いますよね、うん、トレーラーもそうだけど。あ、そうっすよね、うん、冬結構使うから。ここ収納ですか？で、収納だと思うんですよ。あ、結構入りますね。そうそう、繋がってんのかな。繋がってはいないけど結構入る。これなんか収納が多いんですよね。これは発電機。あ、発電機が積んでる、うん、4キロ。でこれはじゃあんまり使ってないと。そうですね、普段は。普段はつってもまだ来たばっかりなんですよ。動くっちゃ動くんですよ、はい、でこの発電機の燃料は車のガソリンで、中でオンオフができるんで。音まだ動かせないんですか？今ね、具合が悪いんで、うん、あんま使ってないです。で、これが FF ヒーターの出口ですね。ダイブコンセント、コンセントボイラー、ボイラー。ここも収納かな。あ、広いね。椅子は入るんでね、キャンプ道具で。はい、これ枕も新しいね。あ、塗ってあるんですね。あ、塗ってあるんだ。サビ止めで車検出すと塗ってくれるんですよね、下回りと全部。でも裏も全部サビ止め塗ってるよ、これ。全部やってる。シャーシブラックも塗ってます。そう、塗ってますよ、これ。やってるぜ、ボナンザ。アメ車のもそうっすよね。アメ車とかも結構錆びてますもんね、持ってくると、うん、下回りが。そこも収納っすね。ここも収納。あ、タイヤも入ってる。スペアタイヤが入ってて。こうドカーンっていう扉の収納は特にはない。ないですね。だいたいこういうのがちょこちょこついてる。で、こういうのをつけてるってこと。はい。これどうですか、坂とか擦ります？全然大丈夫です。あ、全然大丈夫ですか、はい、これいいよね。全然大丈夫です。こういうのつけたい。この出っ張りなんですか、これ。本当はスペアが入るんですけど、ここに今だと入んないんで、そっちに入れて。熱いな、ここ今発電機回してる。発電機回してるんです。これ開けると結構音でかいんですか？でかいと思うんです。あー、全然違うよね。へー、
で反対側も収納、これも収納が同じのがあって、だからこれ窓がね多いよね、この車両ね半端ないね。ここが電源のこのコードが入ってる収納する。これ引っ張ってると電源を、はい、はい、でこれがあのホース、排水のホースが入ってる。あ、ブラック、ブラックとグレーの、これなんですか。これはこの扉を止めるんです。ああ、いいね。で燃料で、これがシティウォーター、シティウォーターで、シャワー、外部シャワー、シャワーで給水口。あ、給水はこれ、ここから。あ、でバッテリー、サブバッテリーですね、が2発鉛、はい、これ6ボルトなんですよね、珍しく。6ボルト、うん、で12、2つで12で、これ冷蔵庫ですか。これ何ですか。冷蔵庫の下、あれが入ってるんですよ。ここガスもあって、はいはい、冷蔵庫3ウェイ2ウェイ3ウェイ3ウェイ、ガス12ボルト100、これダブルダイヤの時、後ろをレベラーでこういう風に上げる時って外側だけで大丈夫だった。2つのも売ってますけど、大きいから収納困っちゃうんですよね、うんうん。でまあ、オーニングはこれ手動になるんですね。手動のですね、これ多分日本に来てからつけてるんで、ーヨーロピアンのやつを。はい、 OK です。じゃあ中、いよいよ、はい、行きます。お邪魔します。はい、あ、涼しい。はい、見てこれ。いえ、これ幅どんくらいですか。2.49 とかそんなもんですよ。同じくらいでしょ、ソニックと。違うよ、2.3 だから。あ、10センチ広い。20センチこっちの方が広い。うん、やっぱ20センチで変わるってことだね、これ、うん。前のオーナーの人がワックス掛けしたみたいですよ、全部これ家具を。あ、家具を、うん、だからこのレンジとかも全然使ってないですよ、新品ですよ。あ、オーブンで、こっちのガス台も全然使った形跡がないです。あ、本当だ、うん、超綺麗に。で、これ電子レンジ。これパナソニックだけどアメリカのですよね。プラブラビアウトデフプレスだいぶごまかしてるね。ワン、ツー、スリー、イエー。まあ、オートクックにしときゃいいってことだよね。で、三つ口コンロで。で、シンクも、ほら、いい感じ、広くて。で、これも、ここも出るんで。おー。いいね。広い。で、これ、潜水タンクが200。見て、これ。リモコンの数、これがアメリカン。そういうわけじゃないかもしれないけど、これエアコン、それがテレビ、これがマスファー、テレビですね。テレビレコーダー、これが DVD レコーダーで、これがテレビか、うん、あ、DVD も全部各1個ずつついてます。おー。で、車内のこれ収納いいですか。はいはい、よし、広っ。なんかね、もうこういう分厚さがトレーラーと全然違うんですよね、この家具の重厚感が。重厚感はやっぱ車の方が、この特にこれですよね、全然いいです。前乗ってたあの E350 の方はもうトレーラーとあんま変わんなかったんですけど、うん、もうこれだけは別格ですね、家具の作りとか。これすごいね、これね、日本製らしいですよ、三菱の。全体冷えるよね、良いよ。これこの冷凍庫の広さ、これもう一緒、カナダの時と、うん、氷がね、めっちゃ入ったもん。ないもんね。そう、ただ奥行きがなんかトレーラーと比べるとないんですよね、うん、トレーラーの方があるんですよね。はい、冷蔵庫はとにかくでかい、うん、で、スリーウェイの冷蔵庫になって、でここも収納、おぉ、大丈夫です、C の。しまった。はい。
はい、でやっぱ運転席助手席へのアクセスがね楽だよね、うんうん、ここは跳ね上げができますできる、はい、今布団敷いちゃってるからあれだけど、うん、こうやってちょっと外すよ、ね、で頭が当たんない、当たんない、俺カナダで乗ってるのは跳ね上げができなくて、うん、ここに5、6回頭ぶつけて、うん、ここちょっとへっこんだんだよ、こんなちょうどなんかね木の部分があって、これなんですか、それは乗り降りするときに捕まる、あそう階段もあるこれ、あでここも開くんだ、そこは段上非常口、そうそう非常口、脱出口、脱出口、あで窓あって、これ前も窓ってことですかね。前は窓になってないんですよね。あ、飾りなんですよね。あ、飾りなの、うん。でここね、子供とかだと3人くらい寝れますね。うん、大人だと2人。3人。ここもベッドになるんですか。なりますね。結構大変ですか。俺まだやったことないんで、でもトレーラーなんかだと結構か割と簡単にできますね。うん、あ、まあこれが外れて、パターンパターンかけてってことですね。そうそう、並べて。うん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 。じゃあここは一人かな？一人ですね、うん。ここに寝てたんだもん。必ず、なぜか寝心地いいとこまさかです。で換気扇もついてて。ですよね、これが集中パネルになってるんですよ。あ、これジェネレーターの、そう、時間アワーメーター。でこれで全部タンクとグレー、フレッシュ、うん、バッテリー、ここだね。じゃあもうトイレと、あすごいわ、ヨちゃん運転手さんいないよ。運転手さんいなくなった。これここいるよ。すごいシャワーが広いよ。兼用でこっちもドアになるやつですね。そうですね。このままね。これで別にの、うん、扉はないけど、まあ、カーテンで、うん、っていう感じだ。でマックスファンをつけてるから換気 OK で、トイレも広いしさ、ほら。だからこれあれもできますよね。ウォシュレットにも。うんうんうん。うん、いや、いいね。あ、今ウォーターポンプ止めちゃってるからです。はい、これ電気、コンセントあって、で窓もあって、まあ、とにかくシャワールーム広いね、アメリカンね。うん、広い。この開口も最高ですね。この間乗ってたのはこれの 1.5 倍くらい広かったと思う。ありがとうございます。で、これ衣装ケース、ショーケースっていうの、クローゼット、重たいですけどね。うわ、すごい入るよこれ。テーブルも置いて、これ長さ何メーターでしたっけ。8メーター20です。やっぱ1メーターの差がここで出るね。でテレビで収納、ほら収納ですよ。すごいね。でこのこれ大人、まあ、6人くらいで詰めれば8人、うん、詰めれば8人だけど、うん、ここで言うともう3つ3つだもんね。6ね、これ気持ちさ、コンパニオン呼んで飲み会できるよね。いいよねこれ、開放感がね。開放感、座った時の、うん、あでここシートベルトがあるから走行中も座れる。そここもいいな、うん、そう、だからバスみたいですね。ここテーブル出してればね、うん、飲みながらず。限界でしょ。でじゃんけんで負けた人が運転。九州まで、ね、九州まで行きたいね。これもなんかシングルにもなるし、はい、ダブルのシングルにもなるんですよね。一瞬っすか。一瞬っす。あ、ちょっと見てみましょう。あ、なんか跳ね上げてる。はあ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 。押し込むんだ。これで。おお。あ、でそれがそこにはまるんだ。そうですね。これが。これでこれが1個完成で、うん、こっちは動かないんで、もうこれを。あ、めっちゃ広い。背もたれを。押し込んでシングルベッド広くするって感じですね。そうですね、これですごベッド。ちょっとやっぱこの隙間気になりますね。そうですね。
まあ、でも出入りするの出入りするんだったら、うん、あーすごい腰さ昨日ぎっくり腰やったから楽いいいいねこのまま九州行けるよ俺りょうちゃん運転でりょうちゃん頼むやります着いたら起こしてくださいっつってフェリー乗っちゃうでしょそのままいいねここにもうちゃぶ台置いてさもうガーってやってさえまだ今どことか言って着いたら起こしてまだまだ広島とかって言って当たりじゃないですかこれはそこのお願いします当たりを言っときます当たりを言っとかないと出てこないんで言ってください言っときますいやりょうちゃんすごかったねいやすごいやっぱ時代はアメリカン来ちゃってる来ちゃったやってるぜ USA USA いやもうほんとね近々僕もこの間からアメリカン病にかかってるんでもうこの間バンコンかぶって行っちゃったんだけど動画でやめますバンコンかぶのやめます吉川家アメリカン買います、はい、でもキャンピングカーあるから次はトレーラーのアメリカンでもいいっすよね、うん、いやもう俺の性格上多分トレーラー絶対無理だと思います皆さんどう思いますかだからこね、よく国内をもう細かいとこも観光したいっていう人はなんかキャブコンとかバンコン選んだりあとはもうこのサイズになると好き好きだねでもコンビニ売れますからね、うん、アメリカンはこれどちらで売られてるんですかねいろいろですねいろいろですかいろいろだけど俺はボナンザ の, そのサービスセンターっていう、はい、あで買えるみたいですじゃあもう明日帰り寄ってりょうちゃんと二人で俺も、うん、いや売ってないから探してもらわなきゃ探してもらいましょうもうぜひね連作ありがとうございましたありがとうございました、はい、もう皆さん最後までご視聴ありがとうございます安心安全に見ていただけたでしょうか途中ねカットしてるとこもあったんですけどもうそこはね危険なトークばっかりしてたんでもう前さんが極悪にならみたいなトークしてたから後ろでもうりょうちゃん今日もありがとうございましたそれではねまた次の動画でお会いしましょうバイ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 